オプチカルグラビテーショナルレンジングエクスペリメント略称オグルとはポーランドのワルシャワ大学が中心となって行っている重力マイクロレンズを用いて暗黒物質を発見することを主目的とするプロジェクトである。1992年のプロジェクト発足以降、副産物としていくつかの太陽系外惑星を発見している。プロジェクトを率いているのは ワルシャワ大学のアンジェ・ウダルスキ教授。プロジェクトの主な観測対象はマゼラン・クモと銀河系のバルジである。重力レンズ現象を観測するためには、最低二つの天体が、視線方向に重なる必要があるが、このような現象は前述のような星の密集している、ところで観測される確率が高いためである。観測は主に地理のラス・カンパナス天文台で行われている。 プリンストン大学とカーネギー協会が計画に参加している。プロジェクトは、オグル・アイ、オグル・ツー、オグル・スリー、オグル・フォーの4段階に分けられている。オグル・アイは試験段階であり、オグル・ツーではポーランドで特別に望遠鏡が建設され、地理に輸送された。現在は、オグル・スリーを経て、2010年3月からオグル・フォーに移行している。オグル・フォーでは、 CCD チップ32枚を搭載したカメラが開発され、オグル3に比べて視野はおよそ10倍になった。次の一覧は、太陽系外惑星エンサイクロペディアのデータに基づく。惑星は2021年9月17日現在で100個発見されている。褐色外星、またはその可能性が高いものは記載していない。左は、 各年の新規発見数、右は累計発見数の推移である。自由浮遊惑星自由浮遊惑星は5個、発見されている。ありがとうございます。